listening to Shibuya Cross FM.本日も始まりましたスポーツグラデーション。この番組は元サッカー日本代表奈良橋明さんとともに多彩なトークで色付けしていくスポーツバラエティ番組です。奈良さんよろしくお願いします。よっよっよじゃないですよ、違うんですよ。よっよっ、夏休み1ヶ月ぐらい撮ってたんですか。なっね、全然来なかったですけど。いや、はい、できてないですか。夏休みはあったんですか。いただいておりません。本当ですか。仕事が入ってたので来れなかったんですね、はい、あ、そうですか。いや、いっぱい聞きたいことあったのに、オリンピックの話もそうですね。仕方なく欠席だったんです。あ、そうなんですね、はい、いやいや、もうえらい休むなと思って。何言っちゃってるんですか。夏休みはいただいてません。あ、そうなんですか、はい、もうその間にサッカー界はね、もういろんなことが、まあ、いいんじゃないですか、そんなに話さなくても。いや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 、何の話ですか。サッカー界サッカー界のそんなに話さなくてもいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いや、ダメですよ。また緊急事態宣言延長ですから。もうね、はい、いつまで延長するんですか。なんかその話、はい、なんか毎回毎月してないですか。毎月僕らしてるんですよね。毎月このオープニングで、オープニングで延長延長延長、はい、延長延長みたいなね、はい、もういいですよね。もういいんじゃないですか、ね、この話もね、ね、もう、はい、ワクチンがねとかね、ワクチンとかね、いろいろとね、はい、いろんな話より、ちょっとサッカーの話はちょっと、はい、もう言いたいこといっぱいあるんじゃないですか。何ですか。わかんないですけど。いや、言いたいことですか、はい、言いたいことはあれですよ、もうビーチサッカーとか、はい、ビーチサッカー、あとフットサルもワールドカップ始まります。いや、そうですけど、まあ、そっちしましょう。そんなこう、こっちの方の路線で、今日のね、ど真ん中のワールドカップ、今月のね、ゲストさんも、はい、そちらですよ。それはもう聞きたいこといっぱいあります。もうゲストは中心で話しましょう。中心の話、今日はそうしましょう。そうしましょう。だから僕も一個も喋らないんで、いつも通り。いや、僕も全然話しない。誰でも喋らない。それは困りますね。じゃあ、ゲストが後ほどずっと喋るという番組ですから、はい、よろしくお願いします。お願いします。では、まずアシスタント、まずはどうぞ。はい、北海道出身のみゆきです。普段はインスタグラムでカフェとか美味しかったご飯屋さんとか投稿してるんですけど、保護してきた里親募集をしている猫ちゃんワンちゃんの情報も投稿してるので、よかったらインスタグラムフォローしていただけると嬉しいです。お願いします。アカウントが SB アンダーバー BS なのでお願いします。お願いします。では続いてどうぞ。はい、東京都出身のまひるです。普段は企業で働きつつ、ウェブデザインとかイラストレーターとしてちょっと副業もやってるマルチで働いてます。で、私もインスタで自分の作品とか投稿してるので、よかったら覗いてみてください。はい、マラッツ MALATS ギャラリーで誰も覚えられないすいません、分かりづらくて、はい、はい、ぜひ見てみてください。お願いします。さあ、そして本日のスペシャルゲスト、河野修斗さんです。よろしくお願いします。もう2回目。拍手どこ行けるの。警察通ってますから。それでいかれんじゃんから。いや、今ね、今ゲスト紹介した時におまわりさんが2人こっち寄ってきたから、はい、ちょっとドキッと。やりすぎて。お願いします。お願いします。さあ、シュウさんも2回目ですし、サッカー教室は何回か来てくれてますよね。3、4回かして3回くらい来ていただいてて、はい、まあ、僕のプレーを見てだいぶね、尊敬しだしたっていうね。なんすか、なんすか。僕のプレーを見てだいぶ尊敬したっていう言葉をいただいているので、まあそれもあら、はい、その時はちょっとシャープだったもんね。だいぶだいぶ痩せてたから、だいぶ超えられた、うん、はい、だいぶそこ戻ってきましたよね。だいぶ戻ってきました、はい、パワー系に、はい、パワー系に変わってきましたから、通常のね、はい、それが筋肉だったらいいんですけど。そうですよね、はい、脂肪なんでね、はい、お酒とね、ということでね、はい、シュウさん今は何活SC, ですね、SC でにいらっしゃる、はい、ということです。どうなんですか、中津 SC 今の状況は。今、本当めちゃくちゃシビアな状況というか、うん、昇格に向けてこう痺れた戦いを毎試合してて、うん、あと残り4試合なので、4試合今だからちょうど、まあ、昨日も試合だったんですけど、昨日は勝つことができて、はい、まあ、本当に昇格に向けて毎試合負けられない戦いが続いてるっていう感じです、うん、今どこの 部類に入ってますか。あー、リーグですか。リーグは、関東2部なんですけど、うん、今まあ、J1 から数えたら6とかになるんですかね、うん、はい、まあ、でもそれでも本当に何ですかね、こう毎試合なんか熱い戦いというか、うん、まあ、本当に
なんだろう、下部リーグというかそうですけど、はあ、盛り上がりはかなりあるんですね。まあ本当にだからそういうなんか昇格かかった試合とか、うん、なんかこう緊張感ある試合できるのはありがたいというか、うん、嬉しい。ナベさんでもすごい中津 SC って結構元 J の選手とかね、僕でも聞いたことある選手がいたりとかするんですけど。いますよ、だから、ね、大空翼くんとか違いますよ、大空翼くんは架空の人物、アニメですね、アニメのキャラ、はい、います J 上がりは、だからシュート君含めて、はい、まああの鹿島でつながりがあった青木とか佐々木龍太とか、うん、はあ、いますよ。ねえ、それで僕からもう素人の僕からすると、はい、もうそんな選手集まってたらむしろ J2 とかね J3 レベルかなと思うんですけど、そうではないですか。それはもう俺はやっぱりね、はい、属してるシュート君に聞いた方がいいんじゃないですか、やっぱり。そのまあもちろんそのいい選手はたくさんいると思うんですけど、うん、やっぱいい選手を集めたから勝てるってわけじゃないんで。そうなんや、まあ、やっぱりそのでも逆にそれがサッカーの面白さでもあると思うんですけど、うん、なるほどね。まあ本当にチームとしてこう成熟していかないとやっぱ勝つことはできないと思うし、うん、まあいい選手だけいてもあの勝つことはできないと思うんで、もちろんだから それで南葛はこういい選手がいながらチームとしても成熟していこうっていうふうに、まあ毎日それでチームとして努力してますけど、うんうん、まあ、そんなにだからもうじゃあその関東2部だから J リーガー、うん、元 J リーガーいっぱいいるから圧倒的に勝てるかって言ったらそういう感じじゃないです。ないよね。いや、はい、その辺がサッカーのまあ言ってる通り難しいところとか、ね、逆に、はい、やっぱりこう若いチームとか、うん、まあ、そういうこうチームはやっぱ南葛、うん、SC って名前もあるし、うん、やっぱ J 上がりの選手もいるし、多いしね、でそういう中で J も目指してるっていう中で、うん、やっぱこのチームには負けたくないっていう、なるほど、やっぱ意地というかモチベーションはそれはあると思いますね。上げてくるやりづらいっちゃやりにくいです。当然引いてくるし、はい、当然五分の五なんかも当然取りに、はい、しっかり取りにくるっていうところもあるんで、はい、厳しいのはあるんですかね。一番そういう特になんかやっぱ日本人ってやっぱ真面目じゃないですか、うん、だからちゃんとそういうレベルのリーグとかでもちゃんと守備して、うん、ちゃんとこうチームとしてやろうとするんで、なるほどなるほど、多分その世界的に見ても、うん、その下位リーグのでちゃんとそこまでオーガナイズしてやってるって結構珍しいって感じ、うん、だと思うんですけど、僕は本当にそう思ってるんですけど、勤勉ですからね、まあ、まあね、良くも悪くもっていうところですけどね、はい、ちょっとこの後ワールドカップの話もしたいんですよ。しますか。いやいや、最終予選の話、最終予選の話ね、はい、オマーンにね、見ました。いや絶対見てない。今の僕は2人とも見てないよ。もううなずかない方がいいよ今の。あんな嘘つくの久々に。だったらもうすいません見てないです言ってくれた方が分かりやすかったのに。2人ともなちょっとうなずかなきゃいけないな、うん、これはお互い見合わせてみたいな。絶対は見てないなと思って。負けたのは知ってる、初戦あそれは知ってるんですね。ちょっとこの後その辺の話をねしていきたいというふうに思います。では、オープニング曲どうぞ。本日の1曲目はルイでマイディアです。君の手のぬくもりに優しく包まれて遠ざかる背中、本当は引き止めたかった。見慣れた景色に君はいない、それだけでどうしてこんなに色褪せて見えるんだろう。君の
ここからは今月のピックアップスポーツ。今回はですね、まあ、当然サッカーワールドカップとちょっとオリンピックの振り返りなんかもしていきたいなというふうに思います。振り返るんですか？振り返りましょうよ。振り返りましょうか。休んでましたから。休んでない。本当ですか？休んでないですよ。本当ですか？なんか寝てたんでしょ？お仕事が寝てた。仕事してました？何ですか？寝てたってベターな、ベターな話は寝てたってよだれたらしながらね。さあ、オリンピックどうでした？なんかこう印象に残ってるスポーツありました？印象に残ったのは、はい、やっぱり僕は女子バスケ。お、決勝まで行きましたからね。はい、確かに、まあ、アメリカにね、はい、決勝完敗しましたけど。いや、でもいいとこ行ったんじゃないですか。いや、こんなすごく感動しましたね。いや、あの銀は、いや、本当に価値のある銀かなと思いますけどね。初ですもんね。ねえ、いや、あれはすごかったですね。シュートさんどうですか？なんか気になった。僕はやっぱスケボーめちゃめちゃ見てました。確かにスケボーね。なんか難しいというか、ちょっとあれでしたよね。どう言ったらいいの？もうなんていうの、あの手すりんとこ行くやつとか、はいはい、あとなんか普通のこうなんていうの、このこうくるんくるん、うん、ごめんね、なんかねごめんね、おみさんね、あおちゃうみたいな。あれでもすごい若い、はい、そう、14とか、多かったですね、ね、なんかメダル取ったんですよね。メダル取って、だから僕前十字2回切ってるんで、スケボー絶対できないんで。あ、そうなんや。そういうだから羨ましさみたいな。あ、これ絶対無理だなみたいな。やりたい。いや、だからそのカルチャーとかはやっぱすごいかっこいいね。え、洋服とかも。あ、そうかそうか、そうやね。そっかそっか、確かに。シュート君合いそうっすよね。うんうん、だから確かに。そういうスケートブランドとかはめちゃめちゃ好きだし、うんうんうん、ただやっぱ自分絶対できないんで、うんうん、やったらもう一回切れるんで。確かに。怖いですよ、あれ、スケボーは。いや、もうあんなの手すりにとかはもうやったらもう一発で終わりっすね。うんうんうん、だスキーとかもやらないっすね。乗る系はきついっすね。二、うん、人はどうですか、なんかこう東京オリンピック気になったスポーツとか印象に残ってるスポーツありました？唯一見てたのがサッカーなんですよ。唯一見てたのがサッカーなんだ。だとしたらもうちょっと見てほしい。見てる、もうちょっとなんかこうね、あれかなと思いますけど。なんかね、国民としてね、うん、なんかもうちょっと幅広く見ていただけたら。いや、サッカーなんよ。なんか見てました。周りがサッカー好きなのって。へぇ、あ、そうなんですか。へぇ、まあスペイン負けちゃいましたけど。いや、そうですね。それまではもう、勝ったらみんなで、はい、イエーイってやってた。イエーイって。それが楽しくて見てるみたいな。どうですか？私、新競技結構メインで見てて、さっきおっしゃられたみたいにスケボーとか、スポーツクライミングとか、空手とか、なんかそのマイナーな、うん、やつめっちゃ見てました。そっかそっか。ちょっとサッカーの話出ましたけど、三重さんは何見てる？三重さんは。僕何にも見てないです。いやいやいや、最悪な。よくその、よくオリンピックの話しました。よく見ましたね、今ね。全く見てないです、マジで。あれ、なんでやろう。何やってんの。いやいやいや、仕事ですよ。いや、三好さん、はい、が寝てたでしょ。僕はね、いやいや、寝てましたし、ずっと。いやいや、見ます。え、いや、結果は見ますよ。いや、僕生では、はい、ね、見るところもなかったですけど、はい、結果聞いて、じゃあ見ようかとか、はいはい、そういう気持ちになんないですか？違う違う、見たいなと思ったんですけど。愛国心持ってるんですか？いや、ありますよ。僕は日の丸一番してる男ですから。ただ一つも見てない。軽い軽くはない。言葉一つが、いや、なんかもう選びすぎ、どれ見ようかな言ってたら眠たなってきて寝てもらった。結局スイマーに負けちゃってるんですか？え、スイマーに負けてませんよ。いや、ちょっと待って待って、スイマーとか関係ないでしょ。だって確かに日本でやってるんですから、ね、時差とかないんだから。なんか変にちょっと夜やってたりするじゃないですか、遅くまで。いわけだ。いや、結果して卓球も面白かったしね、はいはい、で、あれ最後サッカーなんか、はい、負けたじゃないですか、スペインに、はい、でも、なんかちょっとまあね、なんとかしてほしかったなっていうところもあったけど、はい、最後の久保選手が泣いたでしょ。はい、あれで話変わったじゃないですか、急に。でもあれ、それスペイン戦じゃないですかね。メキシコ戦で泣きましたからね。何が？久保選手泣いたのは。あ、そうでしたっけ。ほら、全然泣いてないし。え、メキシコじゃない
ね、スペインで泣いたよね。いや、メキシコです、ね、メキシコです。嘘、三決でメキシコ戦で負けて泣いたんだ、はい、そうですよ。だから見てないんですよ。見直してこい。あ、メキシコに負けたんでしたっけ。メキシコで三決でメキシコで負けたんです。スペインに負けて、負けて三決で負けてメダル逃したんでしたっけ、はい、そっかそっかそっか。それで号泣したんです。あ、それで泣いてたんです。僕ももらい泣きしましたよ、それは。え、泣くんですか。泣きますよ。人の心ない人間が、人の心ない人間が、いや、なんかグッと来ましたよ。来ます、はい、いや、あれ腹立ちません。どこが、え、なんか、いや、わかるんですよ、泣きたいの。でも、あれで話変わったじゃないか、ゴロッと感動系に変わったでしょ。まあまあまあね。いやいや、まあまあそうですけど、なんか本来言うと俺が悪いみたいになってくるじゃないですか。いや、もう聞いてる。間違いない、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 おかしくないですか。 100%。いや、あの試合、なんぼで負けたんですけど、メキシコに最後。3-0でしょ、1か3-1、3-1や、最後、三笘選手がいてたからね。だから、あれで、いや、勝ってほしかったじゃないですか。まあそうですね。ね、はい、いや、で、負けて、いやいや、全然体動いてないよみたいな話から、疲労がたまってね、はい、動けてないやみたいなところから、最後、なんじゃこの試合ってなったのに、最後、泣いたから、いや、久保選手、かっこいい、かわいいみたいな話に変わっていってね、試合内容が。おってなりませんでした。まあまあそれはそれで置いと、はい、まあ置いといてというか、はい、その結果はね、はい、まあ、結果はしっかりと、まあ、まあ受け止めて、はい、やっぱ日本サッカーの課題でもありますし、うんうん、やっぱ久保選手も、まあ、スペインに負けて、うん、メダルをねやっぱ取りたいっていう思いで、うん、やっぱりこうなんですか、攻撃陣を引っ張って、うん、やっぱそこでメダルが取れないっていう中でやっぱり出てしまったんじゃないですか、うん、と思いますけどね。いろんなね人のね意見があると思いますけど、まあ、そうだから別に僕の意見もあります、はいはい、あれでおかしい、ちょっとなんか話こう変わったな、はいはい、感動系に変わったな、はいはい、みたいなね、はいはい、そこちゃうやみたいな、はい、ありません。これまた振った。ないですか。そうですか。ごめんなさいね、なんかね。感動はすんの、あれ泣いてたら。え、感動しました。やっぱり、うん、もらい泣きしました。もらい泣きした、うん、僕もしましたよ。なんでそこですぐ切り替え。切り替えすごいな。あ、じゃあ俺これ現役選手から見てどうだったっけ。そう、ちょっとシューズ選手どうですか。あの最後もう全然ダメやったじゃないですか。あ、いやでもあの暑さでなんか2日でずっとやったら、うん、それはきついだろうなっていうね。そのしかもスペイン戦も120分やってるし、うんうん、まあ正直そこ、まあ、もちろん相手も同じ条件だと思うんですけど、まあそうやね、やっぱモチベーション的にも結構やっぱ難しいところは絶対あるだろうなと思ってましたけどね。そう、でそこでやっぱ奮い立たせてやるのは結構酷っすよね。酷か、いやなんか、いやでも相手もそう言ってる通り同じ条件じゃないですか。まあ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 、まあ、これ相手が全然ね、前の試合も全然こうねゆっくりって言ったら変ですけど、もうね90分で終わってたらね。まあだからちょっとの差のところがやっぱり、そこの差のところがやっぱり大きい結果につながっちゃうとは思うんで。まあ結局そのグループステージで、うん、まあ三決の相手がメキシコで、うん、グループステージ勝ってるじゃないですか。まあ勝ってるんで、うん、だから三決でメキシコ見てる人は、うん、そうですね、ちょっと勝てるだろうっていう、ちょっとこう楽観視はむしろやりづらいですよね、うん、そう、それなんかやりにくいですよ、やりづらいっていうね、まあ、勝ってる方は。選手のこう選び方の森保監督ってどうなんですか。どうって、だからそのいや、あんだけ動けてない選手たちを最初からやっぱスタメンで使うしかないですか。まあもともと人数限られてる中でやるしかないんで、ね、厳しい、まあ、まあ難しいと思いますよ、うん、であれでやっぱりコロナ禍で登録メンバーもそのバックアップメンバーが正式メンバーになりましたけど、うんうんうん、やっぱ結局いろんなこうマイナスな要素が出てきたんですよ、うん、富安選手が怪我で、うん、板倉選手がセンターバックできるけど、うん、ね、そこでやっぱり、うん、あ、ボランチもできるけど、うん、こうセンターバックで出なきゃいけないっていう中 で、うんうんうん、でボランチの2人はもう田中選手と遠藤選手は海外ないじゃないですか、うん、で中山選手 もう左サイドバックずっと出たし、うん、あの2人がずっと出ずっぱりだったじゃないですか、うん、でそういう誤算もあったし、うん、で三笘選手がやっぱコンディション戻らない、うん、で上田綺世選手もコンディションがまあ最終的にも戻らないっていう、うん、そういうこうなんですか、まあ、難しさもあった中で起用っていうのは僕は難しかったと思います、うん、なるほど、はい。でもなんか遠藤選手が今まで本当にこう、まあ、MVP 級に頑張ってくれてたのに、最後の最後で一番ちょっとこうミスが出てしまったのが残念か、まあ、帰れないですよね、あそこまで頑張ってくれてた選手を。あれね、はい、さ、はい、言うと、はい、あのね、はい、何ですか、もうね、はい、心がね、はい、もうぷっつりいきますよ。あ、そうですか。そうですね、ね、シュート君ね、体力的にもそうですね、うん、もう どういうところでもう途切れちゃうんですか。
やっぱりだから自国開催で金メダルを目指しているチームで、うん、あーやっぱオーバーエイジだったじゃないですか、遠藤選手、うんうんうん、やっぱ自分で引っ張っていかなきゃいけないっていう中で、いやスペイン戦まではもうなんですか、抜群な存在感だったり、素晴らしかったじゃないですか、本当にやっぱでそういう中で、うん、やっぱ準決勝で負けて、うん、やっぱりいざやっぱり三欠ってなると、うんうん、まあ、メダルをかけた試合ですけど、うん、やっぱどこかで正直やっぱり人間はもう機械じゃないし、うん、なるほどね、生身なんで、うん、難しい、難しく当たり前じゃないですか、サッカー人として。いや本当にいいこと言いましたね、夏休みもらいましたから、ね、いやもらってませんもらってたらってませんそういうところでは厳しかった、ね、なるほど、厳しいっすね、まあ、ちょっとメダル取りたかったですけどね、取って欲しかったですけど、ね、でも正直みんな頑張ってくれたと思います、うんうんうん、はい、そうですか、はい、と言いながらですよ、ワールドカップのね初戦ですよ、最終予選、これ何なんすか、あれはもう全然頑張ってましたねみたいにならないでしょ、なります、あのオマーンに0-1で負けて、まあ、でも正直なんか国民が勘違いしてるところありますよね、はい、もうだからもうアジアのレベルがめちゃくちゃ上がってるから、うん、そんな簡単にいかない、オマーンだから勝てるみたいなのは絶対ないし、うん、もう正直もう10年前ぐらいに、うん、もう僕が18ぐらいの時に、うん、もうそのオリンピック予選とかそういうところでアジアのチームってやった時に、もうそんなもうめちゃくちゃ強いね普通に。あ、そうなんや。だから、うん、その国民感情が思ってるような、うん、その余裕で勝てるっしょみたいなのは絶対ないっすね、うん、正直。にしてもね、いやあのね、はい、もう僕が言いたいこと全部言ってくれました。あ、本当ですか、はい、人の、いや本当ありのまま言ってもくれましたにしてもっていうとこありません、ね、どうですか、ね、見たんでしょ、さすがにそこまでがっつりは見てないんかよ。いや、がっつり見たら怖いですよ、逆に。いや、そうですか。逆に、若い女性たちが。ああ、そうです。ここで分析されたら、うん、僕たちも、うん、ね、仕事なくなりますもんね。どうもとも言えないですよ。こんな若い子たちがね、はい、あれがね、とか言い出したらね。本当、代表チームって本当にでも難しいなって僕は思いますけどね。監督もだから、本当に難しいなと思うし、やっぱ戦術落とし込む時間もないじゃないですか。うんうんうん、今やっぱ選手としても、こう、シーズン始まったばっかりとかで、はい、まあ、どうしてもやっぱクラブに、注力したいところもあるし、うん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 、その中で全員が一回集まってやるってやっぱなかなか難しさもあると思うし、うん、まあ、怪我したくないっていう思いももちろんあると思うし、ね、だから代表監督は、まあ、森保さんとかすごいなんか批判されてますけど、うん、でぶっちゃけ誰がやっても一緒っていうか、その誰がやっても多分誰も全員納得することはありえないし、まあね、うん、正直なんかそこに関しては別に森保さんだからとかは僕は全く思わないですけどね、うん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 、これどうですか、で、まあ、中国にはなんとか勝ちましたけど、はい、ここからサウジとオーストラリア続くじゃないですか、10月、はい、ここめちゃめちゃポイントじゃないですか、まさしくチャーニングポイント、ここまさしくポイントだと思うんですよね、そうそう、まあまあ、両チームとも2連勝してます、そうですよね、でサウジがフォームアウェイ で、はい、でオーストラリアがフォームで、そういう、こう環境の、ね、厳しさ、はい、時差もありますし、うん、そこはやっぱり10月シリーズは難しいんじゃないですか、7日と12でしょ、5日間しかまたないわけですから、ここ本当ポイント、これ負けたらちょっとまず本当やばいんじゃないですか、そうですね、出れないやっぱワールドカップに出れないってなったらやっぱり本当にサッカー人気的にも多分落ち込むと思うし、やっぱサッカー界としてやっぱ出ないわけにはいかないですよね、絶対それがほら今ねやっぱり民放で、うん、こうホーム戦しかやってないっていうやっぱ寂しさ、いや、アウェーダゾーンでしかやらないですね、そうなんですよ、テレビ見れないですよ、そう、それすらももう知らないですもん、まあ、知らないもんね、そうなんです、なんかそんなもんですよね、だからそうですよね、やっぱりサッカーはね、やっぱりこんなんですか、やっぱり皆さんね、浸透してないというか、うん、やっぱお金っていうところもね、まあ、保育園があまりにもね、はいはい、高騰してるっていうのもありますけど、まあまあそれもありますけど、うん、やっぱそういうところでもやっぱりね、こう昔ほどのなんかなんか熱がね、うん、ちょっとやっぱりみんな足りないから、ね、さっき修徳も言いましたけど、うん、もう今なんですか、もうアジアで勝った当たり前っていう出て当たり前みたいなところありましたけどね、雰囲気がやっぱりみんなこう一人一人持ってると思うんで、いやアジア難しいですよ、めちゃくちゃ厳しいですよね、うん、正直、まあね、まあ、だって次回からもうなんかすごい枠増えるんでしょ、アジアも、そうなんですよ、ね、はい、だからアジアっていうかその我々が出場国が増えるんで、増えるから全体的にね、はい、しかもアジアドンと増えるじゃないですか、はい、なんかだね、だそういうのがあるから、うん、ちょっともうアジアなんてもう勝って当たり前だろうっていうのがやっぱりみんなやっぱり持ってるんじゃないですか、うん、なるほどね、そっか確実に、いや
まあ、でも正直オマーン戦はみんなちょっとコンディション悪そうでしたね、うん、やっぱ良かったでしょう、うん、見たからに、ね、酒井選手なんで、あんな見たことあんな簡単に抜かれるのは絶対ないじゃないですか。まあ、でもずっとシーズンやって、うん、オリンピックも出て、ね、で浦和合流してって、ね、もうきついっすよね正直。出ずっぱなしですからね。で吉田選手もやっぱりこうオリンピック組っていうのは、うん、やっぱオリンピック組で海外組って日本でオリンピックやって、うん、でまた海外帰って、うん、また帰ってこなきゃいけないっていう、その移動の、ね、距離もあるし、そういうところでやっぱ厳しいですよ。いや厳しいですか。なんかいろいろ言ってる人いますけど、はい、じゃあやってみろってなんか言いたくなるんですよ、ね、いや本当厳しいですよ、うん、時差って本当に。もう体も、まあ、奈良さんが1998年で出たじゃないですか初めて、はいはい、もうそこから途切れてないわけじゃないですか、うん、6大会連続、ねまあ、そういう中でやっぱり日本は本当にこう、ねうん、リスペクトされてますし、すごいですね、ね、やっぱ中国のほら選手がね、うん、こうスペインに帰るときに、そう空港でね、そうそう日本の選手が、ねうん、やっぱりいろいろ海外組がいて、中国も頑張ろうって、そのぐらいやっぱり日本はね、リスペクトされてるっていう中で、うん、憧れになってきてるっていうことですからね、同国になってるなっていうのは、うん、嬉しい限りではあります。うん、だからちょっと引いてきます。まあ、でもオマーンは結構来てましたね。だからこう、うん、なんですか、まあ、オマーンは簡単に言うと、はい、こうパスの出し手に対してそこは来てたん で、はい、で中国はもう完全に引いて、うんうん、引いてましたね、がっつり守りましょうっていう、うん、そういうこう多分二分制だと思うんですよ、うんうん、まあ、そういう中でサウジとオーストラリアはもう前から多分来ますよね、まあ、日本の良さ消して自分たちの良さを出してくると思うので、うん、まあ難しいと思います。オマーンのパターンで来ますよね、はい、結構は。まあ、ボールも握れるし、そうですよね、あの大迫選手とか、まあ、日本帰ってきてるじゃないですか、全体的に今。だから一回こう、まあ、どういったのかな、あのブラジルワールドカップあたりの選手たちがちょっとずつこう日本に戻ってきてる、はい、嬉しいですよ。嬉しいですか。嬉しいよ、僕は。なんて言ったって長友選手がね、FC東京に帰ってきましたけど、ね、やっぱそういう選手たちがやっぱりまだできるじゃないですか、坂井宏樹選手もそうだし、はい、まあ、大迫選手と武藤選手も帰ってきたし、はい、 そうですね、だそういう選手たちがやっぱりこう J でね、その自分たちでプレー出して若い選手がそれを見て、うん、やっぱり成長してほしいなと思います、うん、今どうですか、今海外でやってて帰ってきてほしいなみたいな。香川選手がなかなかねセレッソのオファー受けないですけど、まあやっぱり海外でねやりたいという中で ね、乾選手も入ってきた、入ってましたね乾さん、どうなんですか。いやどうなんですか、僕が返したピンクのチームは、いやいやね、ピンクのチームね、ちょっとね、監督も変えてぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、監督変わってあれですよね、この間、はい、初めて負けちゃった、負けちゃいましたけど、その前か、ね、ガンバー勝ちましたから、勝ってました。あと ACL もあるじゃないですか、はい、そうですよね、 ACL ですから残ってますから、まだ勝ってほしいですよね、残ってほしいですね、森島社長は、社長はそうで、ね、シュート選手どうですか、なんかこう見てみたいなみたいな、やってみたいないう選手、日本 J リーグで、 J リーグでまあ、でもやっぱ酒井選手、酒井宏樹選手とかやっぱ見ててなんか抜群だなっていうか、やっぱりちょっとレベル違うなっていうところはやっぱり見てても思うし、まあそういう選手が、まあ、さっきもおっしゃいましたけど、なんか同じチームとかにいてその強度を知ってそれに合わせていくっていうのももちろんそのいるメリットだと思うし、まあ、それで若い選手がどんどんやっぱ海外行かなきゃダメなんだなって思ってどんどん海外行く出てくっていうのももちろん大事だと思うし、まあやっぱり僕は正直岡崎選手みたいに、まあ香川選手もそうですけど、まあ本当なんだろう、もうなんかここまでそこまで来ると多分生き方みたいな、人生のみたいなことになってくると思うんですけど、なんかそういう貫くみたいな、まあJリーグに帰ってこないでその、まあ、ある程度リーグのレベルを落としてでも海外でできるだけやるみたいなのは僕はすごくかっこいいなっていうか、まあ、僕はそういう風にやりたいなって自分で思ってるタイプなんで、なるほど、海外でこうやってるっていうのはかっこいいなっていう、かっこいいですよ。そうですね、まあ、その厳しい環境に身をあえて置いてるっていうのが、生き方がね、そうですね、やっぱ女性からしても、ね、そういう生き方はどうですか。いや、かっこいいと思います。かっこいい。思ってるんですか。思ってますよ。本当ですか。思ってます。もう金、金、金みたいな。いやいやいや、そんなことない。そんなことないですか。そんなことない。お金だけじゃない。お金だけじゃない。そういう生き方みたいなのが。大事ですよ。ロマン、ロマンですよ。ロマンですか、ね、憧れますよ。いや、ちょっとね、今後の J リーグ、ちょっと本当にこう10月のね、ワールドカップ2戦。めちゃくちゃ大事っすね。めちゃくちゃ大事だと思うんで。だからより持って皆さん声を上げてね、はい、声援してほしいです。ね、
ちょっと次回 の、 その僕らの番組ではちょうどぐらいですね、多分ちょうどじゃない、1試合目が終わってるぐらい、そうですよね、はい、だから結果、ね、ここでアウェーか、はい、いいこうね報告ができるようにね、そうですね、いきたいというふうに思います、はい、では続いての曲どうぞ。本日の2曲目はキャラメルパッキングでオーバージーンズです。三好のこの商品にアシスト。さあということで今回ご紹介する商品はもう秋に向かってますから、秋をイメージした商品、小枝の和栗のモンブランです。お願いします。小枝食べたことあるでしょ。あります。ね、それの和栗バーモンブラン、僕ケーキ唯一モンブランで食べれるんですけど、本当ですか？いや、なんか全部軽いんですよ。軽くない？モンブラン美味しいよね。好きでしょ？女子は。あんまり？いや、ケーキ全般的に。ケーキはそう、まあ、全般的にね、はい、好きですけど、はい、小枝食べたことあります？あります、もちろん。これ食べたことある？これはないでしょ？初めて見た。じゃあちょっと食べましょうよ。はい。いいね、開けますから。ちょっと回してください。国民的ですよ。はい。ちょっとじゃ あ、 簡単に説明してください。はい。本日ご紹介するのは森永製菓さんの小枝和栗のモンブランです。1971年に発売開始、小枝に似せて作られた大人気のクランチチョコレートです。小枝という名前は60年代後半イギリスから世界中にミニスカートブームを巻き起こした元祖スーパーモデルズイッキーの来日をヒントにしていると言われています。また発売当初からの小枝の筆文字の号は失礼いたしました。小枝の筆文字のロゴは初代デザイナーの母親によるものと言われています。なるほど。
で、続いて茨城県産の和栗パウダーを使用してモンブラン味の小枝を作りました、うん、旬の味と秋色のパッケージで季節感を演出し今年も期間限定販売です。風味豊かな栗とミルクチョコレートが絶妙に味わえる品質、小枝のロゴと象徴的な扇形のカシシズルの並びは踏襲しながら森永製菓の栗フェア商品と連動したデザインで登場です。食べました、食べてくださいね。ちょっとじゃあ食べます。めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱちょっと栗の味が、あ、そうですね、栗の風味が入ってきて、はい、モンブラン、うん、食べやすいって言われれば、はい、うん、個包装がいいですよね。あ、うん、食べやすい、この時代ね、食べやすい、このご時世、はい、食べやすい、個包装がいい。余ってもだから置いとけますから、ね、4本入りですよね。4本がいいんですよ、はい、食べやすい。4本がいいんですよ。なんでか知らないですけど、4本が食べやすい。食べやすいですよ。お子さんにも食べやすい。お子さんも食べやすい。4本以上入ってると多いし、はい、2本じゃ少ないしみたいな。3本ダメじゃん。3本はちょっと厳しいな。ダメですか。ギリギリ4本がベスト。4本が一番いいなっていう。これがいいってことね。この4本を用意選んでくれた。え、はい、昔小枝ってこんなあれでしたっけ。分かれてました。分かれてましたよ。え、あ、違う違うでしょ。こう開けて、開けてもブラーッて、あ、そうやブラーッて出るじゃないですか、ね、企業努力なんすかそれ。すいません、あ、企業、企業努力ですから、こういうのだ。そう、パカッて開けたらもう全部ね、そう、バーガーッて、ブラーッて入って、おう、そうですね、そうや。で、こう手づかみでね、はいはい、取り合いして、まあ、今ね、今ほらコロナ禍時代ですからね、こういう時代ですから、いいですよね、便利ですよ。こう好きでしょ、女子は。え、好きです、おいしい。小枝ね、チョコ好きですから、うん、大好きですね。ね、チョコは本当にお酒にも合うし。間違いない。出た、またまたお酒と一緒にするんですか。めちゃめちゃ。これでも、はい、小枝ってもう昔からだって、お菓子が小さい頃からあるんですか、お菓子なんてすぐこう発売ね、はい、中止になるけど残ってますから。森永ね、森永、小枝ね、小枝、はい、森永さん、さすがですね。いや、もう昔からですよ、いや、もうずっと、僕もちっちゃい頃から、ね、茨城県、これが美味しい。茨城県どっか分かんないんですけど、分からないです、はい、分かんないです、分からないですね、まあ、分かんないですけど、はい、嬉しいです。嬉しいですね。茨城県さんっていうと、やっぱほっとします。ほっとしますよね、ちょっとこう、親しみがね。鹿島にやっぱ10年いましたから。え、そう、湘南は捨てたってことですか。はいはい、湘南でも、製造神奈川、製造か、難しい。これあれ、あ、製造は神奈川ですから。やっぱりでも横浜す。横浜じゃいらないってことですね。いらない。え？え？横浜浜は浜は最高じゃないですか。浜はね。はい。海があって、湘南も海があって。湘南の方も海。鹿島も海ありますから。全部あるじゃないですか。全部あるじゃないですか。日本大体ありますから。大体ありますね。大体ありますから、日本は。ないところもあります、ね。ないところもありますけど、ね。ないところもありますけど。大体ありますから。そうですね。え、周東選手はこうお菓子とか食べるの？あんま食べないですけど、うん、でも小枝は好きっすね。あ、そうなの。なんかこれぐらいだったらなんかがっつりこうポテチバーみたいなの食べへんけど、絶対食べないですね。それは体に気を使って、あんま好きじゃないです。あ、もともとお菓子があんま、お菓子そんな好きじゃないです。お酒はタイミングがないです。お酒もそんな飲まないですよ、全然。あ、やっぱもうそれ全部体に気を使って。まあそれもありますけど、そもそも好きじゃない。そうですね、あんまタイミングないですよ、お菓子を食べる。へえ。なんかあの今夜練習なんですけど、あ、うん、もうご飯、夜ご飯とかも4時ぐらいに食べるんで。え、え、ちょっと待って、夜ご飯4時に食べて練習行って、はい、帰ったらもう寝るだけ。帰ったらオートミールしか食べないです。へえ。だってもう夜遅くなっちゃうじゃないですか。はい。またそこでがっつくと、うん、ちょっとやっぱり体重とかが、はい、増えちゃうじゃないですか、うんうんうん、そういうところやっぱり現役選手は気にしてるんですよ、はい。違うんですよ、誰かとは。僕はね、あれで旅番組やってますから、食べるしかないですよ。暴飲暴食だね。いやいや、僕はもう飲むしかないんで。それが増えて。そう、いや、もうめちゃめちゃ、その代わりもう現地の食べ物はめちゃめちゃ詳しくなってますわ。本当ですか。はい、もう連れて行きますもん、ね。まあ、あのね、苦しい時のことをね、はい、やっぱりね、思い出さないためにそこはしっかりコンディションはね。そうです、整えてね。そうですよ。はい。でもこのぐらいのいいっすよね、本当に。いや、これぐらいがちょうどいい、本当に。罪悪感ないっす。罪悪感、僕でもこれやったらもう全部食べてまいりますよ。それ意味ないっす、個包装して意味ないっすよ、これ個包装の意味ない。全部で44本。じゃ44本、いいじゃないですか、44本。44本、はい、書いてありますから。一番いい番号ですよ、44。はい、そうなんですか。知らないですけど。またほら、また適当。めっちゃ適当。もう人生適当でしょ。大丈夫ですかこの番組。それが一番いいね。そう、これも適当でしょ、この番組の。いや、この番組めちゃめちゃ真剣にやってますから。適当でしょ。いやいや、違う、旅番組とかはもうちょっとこう、旅番組がメインでしょ。大丈夫ですか。これはもう程よくデザートみたいなもんでしょ。そう、いや、小枝、小枝ってことですか。うまいこと言う。うまいこと言う。確かに。いやいや、ちゃんとやってますから。美味しいですよ、小枝。はい、小枝ね。ね、これ
じゃああれなんですか、今はほら秋で、はい、モンブラン、はい、栗のっていうことはいろいろあれなんですかね。いや冬い、春とかやったらなんかまた出てきそうですよね、桜とか、ね、なんかそうですね。僕たちは、僕たちのほら小さい頃ってやっぱりチョコ、チョコ一本ね、はいはい、あの赤のね、はいはい、わかります、はい、ね、あれね、はい、それだけだったじゃないですか。これもだいぶ変わってきますよ、味変で。50周年って書いてある。50周年ですって。50? あっ、タメだ、タメだ、タメや、小枝と、小枝とタメだ、小枝とタメ、小枝と一人もいい。今年50だったら本当タメですよね、えこいつとタメですよ、急にタメって距離感が、いやいや、ちょっとタメだから、タメやからね、こいつでいいですよ。スピード君が50、あ、俺もそうだ、ね、同級生じゃないですか。同級生だね、え嬉しい、頑張らないとね、え頑張ってくださいよ、負けないように。小枝に負けないように。小枝か奈良橋かみたいなね。相当手強いですね。相当手強い。嬉しいですね。いやこれ嬉しい。これ今おいくつですか、二人は。私、今年26の代です。26の代。23の代。若っ。若っ。え、シュートさんいくつ ?28 です。若っ。若い。いや、ね、なんですか、僕小枝ためですよ、僕。そうですけど。いや、すごいですね、小枝は50。いや、20代、ね、いいですね。ねいいなぁ、20代。20代はいいよね。いや、振り返ってもしょうがないです。26やって。ね、26。いや、ここほんと頑張らないと、ほんと、ね、あれになっていくよ。いや、すごい、ひどい。急に、急になんかシビアにこう、人生厳しいの。いや、厳しいっす、そら。シビア。そうですよ。何の脈絡もない。小枝からの。いきなり。小枝のように折れてまうで。いや、折れません、折れません。折れません。年、聞いといて。すごい、そこからシビア、厳しく来ました。そうですよ、びっくりですよ。僕試合見に行きたいの、南葛 SC、ね、今無観客なんですよね。ちょっと覗いててもいいですか。無理です。いやいや、それ OK って言っちゃダメでしょ。あ、そうか、南葛さん一緒に行きましょうよ。僕だから、はい、渋谷シティあるじゃないですか。あ、行く言ってたじゃん。いや、僕だから、はい、その後僕連絡したんですよ。うん、行きたいっつって、うん、行きたいっつって、実際来ないでくれっつって、いや、行こうとしたら無観客でって言われて、そこはちょっとやっぱダメなんですか。で、YouTube でやってるんで、それ見てくださいって。でも実際見たいじゃないですか。10月になったらかも、あれ、ね、ちょっとね、ワクチンのあれもあるし、ね、だいぶ変わってくるって。行きますとか、それになったら僕、見に。あ、ぜひぜひ。はい。で、出てもいいですよ。いや、それ多分、厳しい。出てもいいですよ。いや、厳しいです。小学生相手も結構、厳しかった。小学生。J 上がりの選手たちもいるんで。はい、小学生みんなの気持ちを思うと、はい、僕も厳しいと思います。いや、見には行きますよ。はい、ぜひぜひ来てください、はい、遊びに、ね、行きたいと思いますし、リフティングぐらいでは一緒にね、できますから。まだ今ね、コモなんすよ。サッカースクールじゃないですか、ね、あ、そうなんですか、試合やから、はい、声を発しちゃダメですから、ね、え、嘘でしょ。いいでしょ。しか今なんかこってこての関西人が言いそうな、なんかもうベタな嘘でしょ。やったらんかいとか言ったらダメなんですね。ダメですよ。削れとかもダメだね。そういう時代じゃないですね。そういうの。ダメ。一緒に行きましょうよ。見に来た。ねえ、サッカーね。うん、でも大体こういう感じのこと絶対こう来ないです。大体来ないから。誘われたら絶対行く。本当やね。本当に。まあ、誘わへんけど。じゃあ行かないです。行こう。行きたいでしょ。見たことないでしょ、あんまサッカーとか。ありますよ。え、行ったことあります。Jリーグ。なんか川崎とドルトムントがやった時、うん、結構昔なんですけど、だいぶ前じゃん。懐かしい。丸岡満。懐かしい。やっぱだいぶ前じゃない。めっちゃ前。もう本当5、6年前じゃないですか。5、6年前かな。ドルトムント誰がいたんですか。なんでドルトムント。香川真司さんが。香川真司がいて、なんでドルトムントが川崎だったの。日本ツアーみたいな。セレッソとメットあったじゃないですか。俺なんかシティがマリノス来て、セレッソの方が行ったような気がする。バイルンが来たりとか。全然覚えてないわ。それありますよ。お酒飲みの大嫌い。だその時丸岡。そう。なんだろうそれ。あれ、とどろきでしょ。そうです。とどろきですよね、それはね。清楚長いにやったと思うんですよ。あ、そうですよ。多分ちょっと覚えてないですけど、行ったような気がします。ドルトムント。それだけは見に行ったんですね。それは唯一、そう、あの香川選手すごい好きで。あ、香川選手も好きなの。どういうところが。なんで急にそこ突っ込む。なんか分かんないんだよ。ちょっとなんか悪意ある。ねえ。あ、分かってんのかお前みたいな。え、香川っていうのいいじゃん。まあそうですよね。かっこいい選手、素晴らしい選手ですからね。素晴らしい。いや、センス変えてきてほしいなと思ってるんですよ。でもね、さっきの修徳も言ってましたけどね、やっぱりちょっとプライドがね、海外でっていうセレッソじゃないっていうところまだギリシャでやってますから、ギリシャで、ね、すごいことっすよね。先発で出てましたけどね、この間ね。できるだけ
いいじゃないですか、そっかやれるだけ。本当ですね。羨ましいですよ。本当にね。まあちょっとまあ小枝を食べながらじゃあサッカー観戦ね。いや間違いない。持って行って。ぜひぜひ。ミニ南葛 SC の試合ね。はい。はい、行きたいと思います。ぜひぜひ。ではここで CM です。どうぞ。私たちロップスは元サッカー日本代表選手を講師に迎え、小学生を対象としたサッカー教室を開催しています。考えて表現するを基本方針として、子どもたちの未来のためにサッカーを通してさまざまなことを学んでほしい。一流の選手からサッカーのプレーばかりでなく、さまざまなことを体験し感じてほしい。そんな思いを込めて私たちはサッカー教室を用意しました。その場を名付けて坂の場ロップスは、この坂の場で子どもたちの未来を原動力に、学びと表現力、そして感動を提供していきます。ロップス、かわいそうじゃない正直、まあ、もうそっさあエンディングとなりました。1時間ありがとうございました。ということでね、はいはい、ぜひちょっとシュート選手頑張ってほしいなと思うのと、はい、頑張ってほしい。いよいよワールドカップね、はい、次回が本当に大切な試合になりますから、はい、また夏休み取らないでくださいよ。1回取ってますからね。もう夏すぎました。2回とか3回でも取るもんじゃないですからね。もう夏取ってませんから。本当ですか？また来ます。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。小枝さんと僕は同年齢ですから。あ、そうですね、小枝さん。全然関係ない話ですけど。いえ、いいと思いますね。はい、はい、ぜひね。ぜえじ試合はいつまで続くんですか？10月ですね、とりあえずレギュラー。とりあえずはレギュラーがあって、それで、その昇格の入れ替え戦にステージに進めれば、はい、多分それがまだ多分、うん、いつなのかわかんないですけど、まあでも11月ぐらいまでは全然やりますよね、はい、あ、ちょっと楽しみですね、うん、どういう風になっていくか。全然興味ないでしょ。え、ありますよ。何に興味あるんですか今。何に興味ある。男と金と酒と。いや、イメージが広くないですか。何に興味あるんだろう。でもそれこそあの保護猫保護犬の活動をしてるので、その動物のことには結構関心を持ってます。そうなんですか。自分でも飼ってるんですか、ご自身でも。今は飼ってないんですけど、うん、実家で柴犬飼ってて。あ、今も飼ってるんですね。そっかそっかそっか。ナースさんとかなんかペット飼ってるんですか。飼ってないですけど。今 何を迷ったの。いや、あの、飼ってないんですけど、うちの息子が、はい、まあ、あの藤枝で、はい、やってますよね。やってて、でも猫を飼ってたんですね、ずっと。で、最近その猫が亡くなってしまったっていう中で、やっぱり生き物じゃないですか。うちの息子が相当そうショックで落ち、ペットロスになっちゃいますからね。はい、だからそこの僕もだからそれだから亡くなったちょっと前に、うん、猫さんと会ってるんですよ。いや、うん、そういう中でやっぱり生き物って大事にしなきゃいけないなっていうのは、それちょっとすごく考えたんですよ。うん、なるほどなるほど、はい、そっかそっか。すみません、ちょっとぼーっとしてて。いやいやいや、ね、ぼーっとしてるのはいつもですから。ほら何を言ってるんだ。なんか飼ってますペット。飼ってます。お、飼ってる。犬3匹います。え、そんな飼ってます。犬3匹。犬3匹。飼いすぎじゃない。え、一人ですか。実家です。あ、実家より一人で飼ってる、ちょっとやばくない。すごい、それすごい。一人暮らしの女性が3匹って寂しすぎるよね、そんな。絶対結婚できなくなる。娘3匹って結婚する。娘3匹はすごい、うん、いや、でもすごいですね。結構もう年齢っていうか、年は。いや、まだ1歳半ぐらいのこと。最近買ったんですか。ベイビーと。ベイビー。ベイビー。あ、ベイビー。ベイビーじゃない。なんで多分言い出したの。多分。何が多分、なんで急に英語で多分言い出したの。あ、ベイビー。今一番近いところにいるの。そっかそっか、なるほど、わかりました。ということで、ぜひね、はい、はい、この後あ、あといいですか。ああ、いいですよ。あの女子のプロサッカーリーグも開幕したんで、はい、あ、はい、そうですね、はい、V リーグそこも頑張ってもらいたいです。そうですね、はい、ぜひね、そういうのもありまして、はい、南葛 SC がそうです、もう一個上がれば、はい、どんどん上がっていってね、そうですね、ね、夢の J リーグっていうところまでね、可能性ありますから、僕らもぜひ応援してますので、はい、はい、行きますしね。はい、もう何回言ってるんですか。逆にしようもない。逆にね、はい、逆に行かない。もう来ないだろう。行かないですよ。いや、行きますよ。いや、忙しいじゃないですか。もう、ね、いやいや、そんなことない、僕は暇ですから。もうずっとお仕事が
お仕事という名のプライベートが分かんないですけど、本当になんか J リーグとは違った面白さがね、ありそうですから、はい、ぜひ聞いてる方、リスナーの方もチェックしてみてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。